グッドモーニング YouTube。今日は西新井病院島崎先生によります。スタチンを飲んでいる患者さんというのは、ACS を発症した時の心不全が少なくなるというお話、お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。ちょっと題名も、宣誓書などでございますが、よろしくお願いします。本日はですね、ジャック、5月のジャックから持ってきました。動脈硬化性の硬化症の初回イベントとして、ACS を発症した成人において、スタチンの、による治療歴ですね、一時予防としてスタチンを投与していたことが、急性心不全のリスク低下と、急性心不全下の生存率の改善に関連していたという報告になります。もうこれも、こういうスライドを皆さん何回も見たことあると思いますが、スタチンは、心血管イベントの、一時予防、二次予防ともにですね、もう必須の薬とされております。これはもう古くから、定まっていることであります。ただ、スタチンはその後もですね、いろんな報告とかメタ解析がされていて、ただ、否定的な、一時予防で否定的なことも言われてたんですけれども、メタとかで見てみると、その一次予防のスタチンがですね、そのリスク、腎障害とか肝障害、筋肉痛とかも言われておりましたが、それが主要な心血管イベントの低下を上回ることはないということが、現在示されていることになります。一次予防か二次予防かというと、ちょっと微妙なところがありますけれども、スタチンっていうのは、PCI 前に飲んでた人はローディングしようということも、昔は言われていて、結論はコントラバーシャルだと思うんですが、最も大きい RCT を見てみると、ACS4000 で、ローディングと、プラセボ群に分けて、ミタセキュラー PCI という報告では、実はメイスというものに差はなかったんですけれども、これは PCI と結構再検されてない人が多くて、PCI された、ここですか、すみません、こちらですね。点線ではないオレンジと、PCI されなかった、して、PCI されてはプラセボを見た青の実践を見てみると、ここには有意差があったということで、一応コントラバーシャルだというふうに今も考えられています。ただ、ここにも心不全というですね、そういったエンドポイントは入っておりませんでした。前回、柴橋先生が PCSK9 の時に、少し報告してくれましたけれども、スタチンと心不全という報告で見ると、この2007年のニューイングに乗ったコロナスタディというものが一番大きい RCT かなと思います。2波が2から4で EF は40%の虚血性心筋症5011例を、前向きに登録していましたが、ここでも一時エンドポイントによって、心不全というものは入っていませんでしたけど、これは驚くことにスタチンで、あまり予後に差はなかった。ただこれ、二次エンドポイントで見てみるとですね、二次エンドポイントには、全身も心血管疾患とイベントプラス、入院という心血管疾患での入院と、心不全増悪入院というものが入っているんですが、そこで見てみると、ややスタチン群の方が、心不全の増悪により抑制傾向にあったということも見て取れました。ただ現状はですね、この島先生も報告してくれましたが、スタチンが心不全イベントを抑制したとする明確な報告は少ないです。これはちょっと、面白いなと思ってきたんですけれども、2020年に黒人のグループの先生たちが報告されたもので、心筋梗塞患者に対して、当然スタチン行くわけですが、スタチンが貧しい群というのも、反応が貧しい群というのもやっぱり我々も実臨床で経験すると思うんですけれども、ハイポレスポンダーと、レスポンダー群に分けると、このスタチンを投与しても LDL の低下が、20から15未満のことをハイポレスポンダーと定義してるんですが、そのレスポンダーとハイポレスポンダー群で見てみると、心不全の発症率がハイポレスポンダー群で高率であったということも報告されています。ただ心不全とスタチンっていうのはやっぱり分かっていなくて、ね、今日のは、その心不全の話なんですけれども、スタチンの多面的な効果っていうのは、もう皆様よくよくご存知だと思いますが、やっぱり血管内皮機能の改善とか、血管新生を促すというものと、このイソプレニル化っていうのを
阻害することによって、抗、炎症、抗酸、まあ、心肥大、まあ、抗酸化ストレス作用というのが認められています。で、まあ、プラーク組成も変更することによって、まあ、血栓合併症のリスクを減らす可能性があるということで、まあ、スタチン療法は最初の虚血性心筋イベントの、まあ、こういった投与していることによって、重症度を減らす可能性があって、そのことが急性心不全の発症を減少させる可能性があるということが言われています。で、本日の、論文になります。目的はですね、スタチンがアテローム性動脈硬化性心血管疾患とその主要な合併症である、急性心不全のリスクの及ぶ性質については基本的には明らかになっていません。で、本研究の目的は、一時予防のスタチン療法が SCVD の最初の症状として ACS を発症する患者で、この ACS 後の急性心不全イベントの減少、急性心不全からの生存率の改善につながるかどうかを、調査した初めての報告になります。方法はもうコホート研究です。イタリアを中心としたレジストリーに登録された初めて ACS を発症した白人患者1万4000人を対象としています。エンドポイントとしては、心不全の発症で、心不全としてはキリップ2以上のものを急性心不全と定義しています。で、あとは、心不全を呈する患者の30日間の、まあ、死亡率を見ております。早速、結果になりますけれども、まあ、2万3000人のデータベースから、脳卒中とか狭心症、心筋梗塞、心不全、あと PAD 合併の除外した1万4540人が、登録されまして、そのうちスタチンユーザーは、1800人で、ね、一時予防としてスタチンが内服されていかなかったのが1万、3000弱の数でありました。バックグラウンドですけれども、まあ、スタチン飲んでる群で、いわゆる脂質異常症と診断されてた 71% で、スタチンのノンユーザーでも脂質異常症の診断されたのは 30% ありました。で、その他 BMI は若干、スタチン群で高い傾向。まあ、スモーカーに関してはトータルで言うと差はなさそうです。で、まあ、血行再起に関しては、PCI が7割弱と、まあ、バイパスが数パーセント、血栓溶解も数パーセント行われていました。で、この ASCVD リスクっていうのは海外では伝わっておりますけれども、まあ、動脈硬化による、心機械イベントの10年リスクになりますが、まあ、これに関しては両群間で、差はありませんでした。で、まあ、全体を見、またまとめると、まあ、女性と、TM、あとは腎不全はややスタチン内服群で多かったということになります。まあ、最初から結果が出てしまってるんですけれども、スタチン群で、急性心不全の合併が少なかったという結果でありました。アスピリンとか、まあ、プレイのですね、ACE インヒビタ、ベータブロッカー、そういった内服薬には差はありませんでした。これがメインの結果になるんですけれども、まあ、スタチンの治療歴ですね。まあ、入院時の急性心不全の有意な減少と関連していたと。まあ、絶対リスクの低下率は 4.3% でありました。これが2次、もう一つエンドポイントですが、で、入院時に急性心不全が認められた患者のサブセットに関しても、スタチンの治療歴が30日の死亡のリスクの低下に関連していたという結果でありました。で、また年齢とか細かく見ているんですけれども、40から75歳。これは、欧米では、一時予防としては40から75歳の成人に、まあ、リスクが高い方はスタチンを推奨するというところから75歳で切っているようですが、まあ、年齢においても、まあ、スタチン関係なく、まあ、スタチン治療液は入院時の急性心不全の有意な減少と関連が認められました。SCVD リスクが高いというか、高いか低いか、まあ、この世界中のカットオフは 10% となっているんですけれども、それで見てみると、SCVD リスクが、低い患者では、その効果は、スタチン内服の効果は認められませんでしたが、SCVD リスクが高い群では、入院時の
急性脂の有意な減少と関連していました。あとこれはですね、まあ、従来の危険因子で解析した、まあ、ACS 認知の急性脂のユロビスタチンの効果ということになりますけれども、まあ、喫煙、まあ、脂質異常症があるかないか、高血圧、糖尿病、まあ、いずれにおいてもですね、まあ、スタチンベタで、まあ、要するに高コレステロール血症の既往歴がない患者でもスタチンの利点が示唆されました。まあ、性別でも見ておりますが、まあ、女性の方がスタチンの影響を受けやすいという報告があるようですけれども、まあ、若干、絶対リスクの低下率は女性で高かったということが、ここはリダクション P はついていなくて、まあ、性別に関係なく、一時予防でのスタチン治療歴は入院時の急性心不全の有意な減少と関連していました。でまた別の解析によるとですね、この、まあ、コホートでも ACS 認知の急性心不全というのは30日予防の予測因子だったというところで、先ほども示した結果の急性心不全を発症していた ACS 患者にのみ限って2400例に限っての分析してみると、スタチン治療歴が急性心不全合併の30日の死亡のリスクをの低下に関連したということも分かりました。ここに関しては内服に関してはベータで少し出ても有意差はないということです。またまとめますと、入院時に急性心不全が認められたサブセットでは、スタチンの治療歴が30日の死亡リスクが関連していましたが、心不全の合併がない方では、そのスタチンの応検というのは、受けられ、30日の死亡に関しては受けられなかったということも示されています。ディスカッションになりますけれども、まあ、本研究で一療法で行われたスタチン療法が ACV の初期の症状としての ACS 後の急性心不全患者の減少につながったことが示唆されました。スタチンの内服は ACS 入院時に急性心不全を経営する患者の30日の死亡率も低いことも示唆されました。このヨーロッパではですね、10年間の、まあ、ACV リベントリスクが 10% 以上ある45から75の成人には、まあ、一時予防にスタチンを使用することが推奨されています。で本研究では年齢や高コレステロール血症、既往歴のない患者でもスタチンの利点が認められました。リスクが高い、患者には、それらをすべきでない明確な医学的理由がない限り、スタチンの服用を開始することが推奨されると、クリシャラは述べていました。ではなぜかというところになるんですけれども、まあ、これに関してはですね、明確なことがディスカッションにも書かれていなくて、まあ、薬の潜在的な多方性の作用で、まだ十分に探求されていないメカニズムが含まれているんじゃないかということ。で、一つ書かれていたのが、微小血管のトーンを改善させて、心機能を高める可能性があると。で、虚血性脂、障害の進行を、もともとスタチンが内服してたことで、より抑えて、左室拡張を防ぐ可能性があるということが書かれていました。で最後に、今、昨今言われてますけど、まあ、心不全における炎症及び繊維化のプロセスを反映する新しいバイオマーカーを発見することが、まあ、どの患者にスタチン治療が最も有効であるかを特性として最も重要であって、まあ、そういった研究が待たれると書かれていました。以上になります。はい、ありがとうございました。今日は、後ろ向きのコホート解析ですね。で、一時予防としてスタチンを飲んでいる、心血管、イベントリスクのある患者さんは、ACS を発症したときに、心不全になる確率が減ることと、心不全になっていたときの死亡率も下げるという、そういう内容でよかったですかね。あ、そうです。はい、その通りです。はい、はい、ありがとうございます。メカニズムはちょっとまあ分からないけれどということですけれども、時間軸としては、もともといつぐらいからスタチンを飲んでるんですかね。スタチン内服歴ってどのくらいですか。ですね、それがですね、サプルとか書かれてませんでした。うん、でちょっとリミテーションとかにもそういったことが触れられてなくてですね。うん、とその分かんないです、はい、バックグラウンドというか、そのもともとのデータとして、スタチンを飲んでいる人の心血管リスクは変わらなかったっていうお話でしたっけ。そうですね、その
いわゆる ASCVD の10年リスクは、まあ、このエイズとか、性別、糖尿病、血圧とかで見てますけれども、特に変わりはなかったと。ああ、これ飲んでる人と飲んでない人で、もともとのリスクの高い低いっていうのは変わらないけれどもってことですね。あははは、なるほど、なるほど、わかりました。そうですね。まあ、なんでだろうっていうことが、全然わからないですけれども、これまでの報告だと、心不全の患者さんにおけるスタチンっていうのは、まあ、コントラバーシャルなんですよね。心不そう全ですといね。う患者さんに絞ると、スタチンがいいかどうかちょっとわからないということでいいですかね。おっしゃる通りだと思います。まあ、この間もそういう議論になっておりましたけど、やはりわからないということで。まあ、ただ、前田先生がまあ、心不全の炎症ということも発表してくださってましたけど、まあ、そういったやっぱりスタチンの抗炎症っていうところが唯一あるんじゃないのかなと。あとは、まあ、なんですかね。まあ、マイクロバスキュラーが多くなってるというか、血管新生細胞もあるということなんで、まあ、そういったコラテみたいなものが、もしかしたらスタチン内服してた方が、まあ、徐々に動脈硬化って進んでいくと思うので、まあ、CTO ができるわけじゃないですけど、まあ、そういうのが入っていることによって、まあ、虚血性心筋梗の進行が抑えられたという、まあ、強引な解釈はできなくはないのかなと思います。今回は、新規に始めた人じゃなくて、もともと飲んでた人たちとそうじゃない人たちを比較してますね。これ、入院時の CRP とか炎症の所見っていうのは差があったんですか？それはですね、CRP というかラボデータに関してはないんですLDL コレステロールに関しては？ね。トータルコレステロールになっちゃうんですけど、まあ、200 LDL 前後でないんほだ。とんど下がらないって、少し、まあ、下がっておりますが、HDL に関して言うと下がらないです。なるほど。データ不足でよくわからないという感じですけどね。はい。じゃあ、その柴橋先生、何かコメントもらえます？ありがとうございました。なんか心不全って ACS の結局結果を見てるような気がしてて、それがスタチン抑制してるのかっていうのを検証したことかなと思ってたんですけど、ACS のタイプは両群で違うんですか？一応差はなかったようです。実はこの、あんまりデータがなかったんで、載せなかったんですけど、ステミとかノンステミでも見てるんですけど、まあ、そんなに差はなかったよっていうのが載っていました。差がないんです。差がない。あ、そうなんですね。あ、なるほど。なんかそうすこう、ると、なんか血管にスタチンが何かを及ぼして、心不全発症リスクを抑えてるんじゃなくて、ディスカッションにちょっと出てましたけど、心臓そのものになんか多方面性に影響して、心不全の発症または心不全の人の死亡リスクを下げてるっていうことですかね。ということ難じゃしいでなすいよね、かこれ。なと、難しいんですよね。こう、ステミが例えば少なかったとしたら、まあ、スタチンの1秒後が効果あったとか、先生が言うように、なんか、もするんですけど、そういったことは、今回の研究からは分かっていません。分かりました。そうすると、結論出てたんですけど、ACVD のリスクが、年間10%ぐらいでしたっけ、飲んだ方がいいの？結局、一そうで時予す防はね。誰が飲めばいいんでしたっけ？10全員飲めばパいい。ー、10パー以上だと思います。そんな高いですね。10%以上のような人たちは、まあ、スタチン内服を、まあ、各国のガイドラインでも推奨されておりますが、やはり、積極的にもしかしたら考えていってもいいのかもしれません。ただ、このスタジオでそれが言い切れるかっていうと、それは言い切れないとは思います。わかりました。ありがとうございます。心不全が起きちゃった時の死亡率も減らすということでしたけれども、そのメカニズムとして、まあ、安倍先生から心筋梗塞のサイズとかピーク CK とかっていう値は見てますか？のデータに関しては全く採全く見てない血ラね。ボデータのないですね。
まあ、当然、だからベースラインの CRP もなければ、ピークの CRP ももちろんないということですよね。スタチンもともと飲んでる人っていうのは、まあ、抗炎症作用もあるわけですけれども、ACS が起きた時の、まあ、炎症の値を下げるほどの、まあ、効果はどうなんですかね、あるんですかね。どうですかね。一応、国準の先生たちの方も、ちょっと変わっちゃうんですけど、やっぱりハイポレスポンダーは若干 CRP が、高そうなんですよね。高いんですよね。ハイポレスポンダーってのは一体何ですか？ここです。LDL の低下が15以下。なるほど。そういう人たちっていうのは、この研究で見ると、イベントも多いんですね。イベントが多く、心不全の発症が多かったってい心不う。全の発症が多い。やっぱり炎症なのかな。何ですかね。山本先生、どうでしょう。今の話に関してなんですけど、その LDL の低下と抗炎症剤って関係あるんですなるほど。か？なるほど。リピードローア難リしい。ングとアンチインフラメーションっていうのは相関があるのかっていう質問ですかね。ちょっと明確な答えはないですけど、でも、今までの報告だとどうなんですかね。すみません、ちょっと調べてみます。その辺、柴田先生、どうですか？ごめんなさい、ちょっとごめんなさい。もう一回お願いします。すみません。スタチンの脂質硬化作用と抗炎症作用っていうのは相関があるんですかという質問ですけど。脂質効果、LDL が下がれば、その分 CRP たちが下がる。かどうか。あれなんかあった気がしますけどね。ちょっと待ってください。論文あった気がしますよ、それ。ただ、まあ、なんていうの、それは、まあ、独立してるのか、それともどっちもスタチンが下げてるのかっていうのは、なかなか難しいところですよね。それはそうですね。ありがとうございました。他に何かコメントありますか？ご質問。ありがとうございます。ということで、今日はですね、まあ、後ろ向きですよね。これ、まあ、やっぱり、あくまで、まあ、前向きというか、検証は前向きとは言いながらもですね、もともとスタチンを飲んでる人とそうじゃない人っていうことになっちゃうので、スタチンの本当に効果があるのか、それとも、まあ、スタチンの、なんていうか、プレパレーションっていうんですかね、プレコンディショニングというのか、まあ、そういうことをしておくと、どうも、まあ、ACS になった時の心不全というのを、まあ、発症しなくて、よくなりそう。つまり、まあ、重症化しないんですかね。まあ、やっぱりその、阿部先生が言うように、拘束層のサイズとか、まあ、炎症のピークっていうのも、見てみるとすごく面白いのかなっていうふうに思うのと、まあ、あと、まあ、いざは、あの、ACS が発症しちゃったとき、ACS で心不全になってしまったときのその死亡率っていうのも減らせるということなので、やっぱりそういうプレトリートメントっていうのが何かしら、いい効果をしているのかもしれない。おそらくそれは今回の結果から見てもですね、脂質を下げる効果っていうよりも、やっぱり、まあ、マイクロバスキュラーのディスファンクションを改善しておくとか、まあ、抗炎症作用、まあ、その抗、すべてにわたった抗炎症作用の影響っていうのが、もしかしたら大きいのかもしれないなということを、なんとなく感じました。ということで、今日もコロナに気をつけて、いってらっしゃい。